名古屋外国語大学は、愛知県日清市岩崎町地区の山57に、本部を置く日本の私立大学である。1988年に設置された。大学の略称は、名古屋外大、名外大、英称の頭文字からヌーフス。名古屋外国語大学は、中部地方において、主に外国学を呼び、外国語教育を行っている大学であり、四学部からなる。すべての専攻語で、 学生4人程度に対して、ネイティブの教員1名に配する少人数教育、パワーアップチュートリアルが実施されている。また、ここ数年は、全学共通科目群である、世界教養プログラムを通し、教養教育の徹底を図っている。ザ・大学ランキング日本版2020では、対象となった278大学中、総合第90位。 国際性部門では9位の評価を受けている。なお、全国の7つの外国語大学から組織されるアカデミックワーク全国7外大連合の一員でもある。卓越した外国語運用能力を礎に共感力と批判的思考力に優れ、ソサイティ5.0の時代をたくましく生きるための高い知性、行動力、社会貢献の意識を身につけた世界人材を掲げている。 キャンパスは名古屋近郊の住宅街である日清市にあり、姉妹校の名古屋学芸大学も近接するなど、大学が多く集まるエリアに所在する。また、2021年に名古屋市内の4モール名古屋のりたけガーデン内に複合施設型のサテライトキャンパスを開設した。その他、大学院ですするコースは名古屋市にある名古屋 NSC カレッジにて開校している。 主に協定大学からの交換留学生が入居している。その他、大学院や学部学生から専攻された学生がレジデンスアシスタントとして入居している。学生は自由に訪問可能。留学生は他に大学側が用意したマンションでも生活している。ありがとうございます。